北本教授です。今回はこの IDCD ハイブリッドシステムが持つ持病 EV 7内病について、ちょっと頑張ってですね、肯定的に解釈して、まあ、ポジティブな部分、この EV 7内病のポジティブな部分っていうのをね、お話したいと思います。はい。まあ、EV 7内病を発症している状態っていうのはね、ガソリン車になってるっていう言い方がね、できると思うんですね。要はバッテリーが満充電近くになって、で充電しない状況ですね。走行してても、負荷が小さくても充電しない状況で、それは、ガソリン車だったら普通の状態なわけですよ。で、そういう、うっかりね、バッテリーを充電しすぎちゃうと、ガソリン車と同じになっちゃうっていうことなんですよね、EV7 内病で。で、もちろん EV7 内病発症してずっと走ってるケースは、そんなに多くないと思うんで、たまにそういうことが起きるっていうのは、ガソリン車は常にそうなわけなんで、ガソリン車に対しての優位性を、逆にそのガソリン車がすごい効率悪いねっていうのがね、分かると思うんですよね。 EV7 内病発症してる状態がガソリン車なわけで、ずっと EV7 内病になって走り続けてるのがガソリン車なわけです、言ってみればね。なので EV7 内病起きてなくて、ちゃんとブレーキ踏んで改正できてる状態っていうのは、 EV7 内病発症してる時よりは効率よく走れてるっていうのは、これはね、もう分かると思います。乗ってればブレーキでね、チャージ側に触れるっていうのも分かるし、あとはそのブレーキ音、このフリードだったら結構摩擦ブレーキの音がしたりするんで、それでもはっきり分かる。熱エネルギーになって捨てられてるなっていうね、いうのが結構直感的に分かると思うんで、そういったところでうっかりしちゃうとガソリン車と同じになっちゃうのが EV7 内病ですね。ここでね、出てくる考え方が限界効用低減の遅くってやつなんですけど、やっぱりね、人間常に快適に常にその効率よく走ってたら、効率よく走るのが当たり前だっていうふうに思っちゃうと思うんですね。常にこれはよく食べ物で例えるんですけど、常に美味しいものばっかり食べ続けてると、その美味しいものを食べてることのその幸せ、ありがたみを感じたくなる。それが当たり前になっちゃうと。あとはこれいかのできるか、なんか美味しいものを食べるって時も、最初の一口目の方が最後の方よりも美味しく感じる。ビールを飲む時に最初の一杯目の方が、その後2杯目3杯目の頼む時よりも美味しいっていう風に思うっていうね。だからあんまりやっぱ慣れると良くないんですよ。この当たり前な状況、ハイブリッド車で効率よく走ってる状況が当たり前の状況に慣れてしまうと、そのありがたみというか、バッテリーとかモーターのその文明の利器と言ってもいいましょうか、それの素晴らしさっていうのが分かんなくなってくる。こうしてたまに障害が起きてこそ、普段はこんだけ効率よく走れてるんだなっていうのが実感できるというところで、その限界効用低減の法則でね、ちょっと今回説明しましたけれども、心理学的な話もあるんですよね。でそうやってたまに、クソバッテリー満充電になりやがった、クソブレーキで回生できねえよ、畜生っていうのがたまに起きるっていうのは、これはね、いい部分もあるのかな。それだけ逆に普段は効率よく走れてると、普段はそのガソリン車とは全くもう全然次元が違う効率の良さで走れてるということですよ。逆にガソリン車はもうずっと EV 7内病発症し続けてる。でもガソリン車に乗った時にそれは別に不満に思わないじゃないですか、多くの方ね。それはもう慣れちゃうから、 EV 7内病をずっと発症し続けてるっていう状態が当たり前なんで、ガソリン車の場合はね。なんでそれが当たり前に感じると何でもなくなっちゃうんだけど、実際それっていうのは非常に効率が悪い状況なんですね。スピードを出してる物体が減速するときに、ガソリン車だったらもうほぼほぼ熱エネルギーで放出しちゃうと、これはすごいロスだよねっていうのが、直感的にわかると思うんで、その辺が EV 7内病というですね、厄介なものなんですけど、要はシステム側がハイブリッド車っていうのはモーターとバッテリーでこんだけ効率よく走れるものなんだというのを我々に言い聞かせてくれると。具体的にはたまにそういう風なちょっと障害をね与えてきて、でその障害を乗り越えることで、そういう障害に直面することでやっぱり人間って、日頃のありがたみとかって感じるじゃないですか。そういったところですよ。普通のハイブリッド車だったら、峠道とか走るとバッテリーが満充電になって、効率悪いっていうのを感じる場面もあるかもしれないんですけど、でもどうだろうな、峠道とか走ってるとやっぱ運転にかなり集中すると思うんで、あんまり気づかないかもしれないですね。ハイブリッド車、普通のハイブリッド車で峠道走ってずっと下り坂下ってて、エンジンが結構鳴るんですけど、それですごい効率が悪いなっていうふうに感じる方ってあんまり
いないかもしれないですよね、うん、だけどこの EV 乗らない病に関しては結構多くの方が思うと思うんですよ。まあその回生ブレーキが効かなくなるのが効率が悪いっていうのはちょっと知識がないと分かんないかもしれないですけれども、あのエンジンがずっとかかり続けてる状況になるっていうのはこれはもう、あ、なんか今ずっとエンジン回ってるけどなんか効率悪いな、燃費落ちてるなっていうのが分かると思うんで、まあ数値でもね、ずっと分析していればそうなんですけど、うん、まあだからある意味この IDCD のハイブリッドシステムっていうのは、うん、そういったちょっとまあ、まだガソリン車が主流の時代であってガソリン車に対しての優位性があるぞっていうことをね、でもこの車はたまにガソリン車になっちゃうから、うん、だからそこは気をつけてねというか、まあ、気をつけてねじゃないな、あるガソリン車になっちゃうんで、うん、でもそれはまあガソリン車が主流の時代なんだから、うん、ガソリン車に対してのなんか比較優位性みたいなところっていうのをの存在をね、たまにアピールしてくれてるみたいな、普段は全然やっぱ効率よく走れてますよねっていうことをね、問いかけてくれてるっていう風にちょっと無理やりね、ポジティブに解釈すると言えるのかなって思ったんで、今回ちょっと EV 乗らない病の良いところ、まあ良いところって言ったらあれですけどね、 EV 乗らない病をプラスに解釈すると、まあそういうようなことがあるかなっていう風に思います。はい、まあとにかくね、あのガソリン車とハイブリッド車でまあどっちがいいかっていう話、まあ前からあると思うんですけど、まあ、この IDC でハイブリッドに関してはかなりマニアックなんで、その辺はいろいろ考えて走る、その EV 乗らない病とかね、いろいろバッテリー充電車制御に関して知識を持って操るっていうね、機械の特性を生かそうとするような運転を心がける人だったら絶対この IDC でハイブリッドってコスパがいいシステムなんですけど、だけどその辺は結構難しいんで、うん、まあガソリン車でいいんじゃないっていうふうに私は思うんでね。だけど、まあ、ガソリン車買うんだったら中古でいいじゃん、新車でガソリン車とかってマジで、今の時代でまだ新車でガソリン車作ってんのっていう、ふざけんなよっていうね、あのちょっと自転車愛好家としては思うんで、はい、ということで、まあガソリン車、まあ、IDC でハイブリッドは多くの方にはお勧めしませんけども、でもだったらガソリン車でいいっていうかっていうと、ちょっと私はガソリン車だったらもう中古を買ってくださいと、うん、あの全然そのガソリンエンジンの性能でいうと先代のフリードで全然いいですから、うん、新型も先代もあんまり変わんないですからね、エンジンの性能ではね。新車のガソリン車っていうのは、まあホンダがすごい好きっていうね、ホンダに貢献したいっていう人以外は、ホンダという会社に貢献したいっていう人以外、まあホンダという会社というかディーラーですね、うん、そこのディーラー、例えばそこのディーラーに担当者知り合いがいて、まあそのディーラーさんにいい思いをさせたいっていうんであればガソリン車を買った方がいいと思いますけど、まあ実はそのホンダもね、そのホンダ技研メーカーと販売店でちょっと立場違って、メーカーとしてはね開発頑張ってるし、まあIDCD っていうか IDCD はあれかもしれないけど、まあハイブリッドを売りたいと思いがあるんで、でもあのディーラーはまあ明らかにガソリン車の方が利益率が高いんで、これはもうディーラーさんに何人も聞いてみんな同じ答えしてるからね、まあホンダの話ですけどね、トヨタは違うんだけど、ということで、まあはい、ちょっと最後の方は余談でしたけど、 EV 乗らない病ですね、今回はちょっと肯定的に捉えて、まあポジティブな EV 乗らない病のポジティブな部分ということで、ね、お話しさせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。